はい。今度もちょっと対戦格闘ゲームですね。水木しげるの妖怪舞踏伝というゲームです。極悪やって。小泣きじじいやん、これ。もう砂かけババアですね。鬼太郎はいないんですね。これ使うか。雪女かな。雪んこ。カラス天狗。まあ、3D 対戦格闘やもんな。あ、なんか飛ぶ道具みたいなの出たな、今。はい、吹雪か。お、強い。あ、相打ちや。珍しい。いきなり相打ちか。ああ、やられた。もう何今の。画面が切り替わったから、なんかコンボみたいなのやったのかな、今。うわ、めっちゃ減った。超必殺技みたいなもんか。負けた。キャラクター変えてみましょう。 KSS。 これ対戦モードってあるんかな。その2人用しかないのか。やっぱ2人用だけか、これ。これ主人公はどれなんやろな。これ使ってみるか。鬼。うわ、同キャラか。お、なんか出た。これ飛び道具があるから、ちょっと 2D 対戦格闘っぽい感じもあるんですね。
頂上券みたいなのも出るし、勝ちましたね。これ結構使いやすいかもしれないですね。でもすぐに出るわけでもないんだ。出ない時もあるんだ、この飛び道具ね。なかった。えらい足細いな、このユキンコ。うん、これでやったら無敵ちゃうの。これ主人公なんかな、もしかしてこのゲームの。意外とユキンコが主人公かもしれませんしね。カラスティングが主人公の可能性ありますね。強いな、この鬼。結構使いやすいし、蹴り技みたいなのは何もないのかな。波動拳と昇竜拳みたいなもんですから。勝った。いや、まだか。一つ目ニュート。一本目、用意、始め。頭突き。うわ、やばい。あ、やられたやん。何やろうな、たまに技出ないとなるときあるんですよね。さっきの頭突きみたいな画面が切り替わるから、ちょっとしたあれなんかな、コンボ技というか、負けてもうたやん。
これコンティニューしたら同じキャラになるから、今度ちょっとカラステングを使ってみましょうか。コンティニューみたいになっちゃってるやん。まだ鬼の方が使いやすいかなって感じはあるけど。あ、でも勝ってたな。楽勝。パーフェクトになると楽勝ってなるんや。ああ、同キャラや。勝ちましたね。これあれですね、3D 対戦格闘というよりは 2D 対戦格闘っぽいですね、そのゲーム性としては。鉄拳とかバーチャーみたいな感じの 3D 対戦格闘というよりは 2D に近いですよね、ゲームの感覚としてはね。同じ技使ってた今、同時に勝った。こなきじじいや、ゲゲゲの鬼太郎カラーの出演って感じですね、これ。あんま強くないな、この鬼竜は。鬼の方が使いやすいですね。